どうもブレイキングダウンです。今回ですけども、最近シェンロン選手、大輔選手、サップ西成選手が恐喝の容疑で逮捕されましたが、先ほどチョンツーウェイ選手まで暴行傷害の容疑で逮捕されてしまい、逮捕者のバーゲンセールとなってしまったブレイキングダウンですが、こうして逮捕者が続出する中で、ついにブレダウのトップ朝倉 CEO と溝口 COO がそれぞれご意見を発表してくださったのでご紹介します。ブレイキングだ。まずはやっぱりミクルの兄貴、先ほどついに平本選手との試合が発表されましたが、その記者会見の直前にツイートされていました。ブレイキングダウンに出場した後、逮捕された選手は今後出場停止にしますということで、はっきりと出場停止というワードを使ってくださって、これが抑止力になるといいですね。この今後出場停止というのが、これから逮捕された選手については出場停止なのか、はたまたもうすでに BD に出た後に逮捕された選手は出場停止なのか気になるところです。まあさすがに後者だと思いますが、そうなるとシェンロン選手、大輔選手、サップ西成選手、チョン選手はもちろんのこと、遡ると会津の伝説選手、醤油2期、所沢のタイソン選手、あと出場というか出演になりますが、警棒2期なんかもがっつりと逮捕報道が出ていましたよね。これらの選手はもう全員丸ごと出場停止ということになってしまいます。まあ実際今までも逮捕された後にまた出場できた選手っていうのは会津の伝説選手ぐらいしかいなかったので、実質出場停止みたいな雰囲気はもともとありましたが、こうやって CEO がおっしゃるのであれば、まず復帰は今後無理になってくるでしょうと思いきや、ここで溝口 COO の登場ですね。溝口 COO は、一方でブレイキングダウンの選手や関係者は不当な事案に巻き込まれるという話は耳にするので、誤認逮捕や不起訴になったケースなどは CEO をはじめこの領域のプロフェッショナルが集うアドバイザリーボードの面々と議論して個別に厳密に対応しますとのことで、誤認逮捕や不起訴になった場合は個別で対応していただけるようですね。逮捕されたら即出場停止ではなく、選手に非がない場合はしっかりと守ってくれる、さすが溝口 COO です。まだ溝口 COO は、必ずしも生まれながらの悪なんて存在しないという前提に立てば、必ずしも彼らが道を踏み外してしまった原因の一つは今の社会にあるのは間違いない。だからこそ過ちを犯した人が二度と立ち直れない社会は正しくないと思っている。ただ機会を得た後に勘違いして過ちを犯す者に手を差し伸べ続けるほど我々は優しくはなれないとも語っており、道を踏み外した者がチャンスをつかめる場所ではあり続けたいという思いとともに、機会を得た後に勘違いして過ちを犯す者に手を差し伸ばし続けるほど優しくはなれないというね、実質あまり調子に乗るなよと言わんばかりの一文も添えられており、朝倉 CEO と同じく基本的には逮捕された選手は出場停止っていうのが今後の方針だということが伺えます。またお二人だけでなく、この件に関しては様々な関係者たちが言及しており、朝倉未来チャンネルのメンバーであり自身も試合に出場していた拓磨選手は、また逮捕、もうええって、理性コントロールできないならそもそも酒飲むなよ、 BD の裏方スタッフの方々ね、なりわいとしてる人もいるんだから、行動一つ一つで人の仕事を奪うことまで考えて生活してほしい、無理かと、かなり怒りと呆れた様子を示しておりました。まだそこのリプランには、みんな大好きお世話を山田選手も登場しており、そういう人を集めてるのでしゃあないですと BD アンチのような発言をしており、少し驚きました。次、何かと話題のテコンドー江畑選手、マツケンさんに襲撃されかなり話題になりましたが、今は和解しており、マツケンさんからはエバちゃんと呼ばれるほどの親友になっていましたが、
エバッちゃんは今回の騒動に関して最近いいと思わないニュースだらけになってるのに、こんな行動するのってどういう神経してるんかな。周りの環境が大事です。ちゃんと止めてくれる人、本当に思ってくれる人を選んだ方がいいです。改めて先に負ける人とは絡まないようにしますと、手厳しい一言に加え、逮捕されてからじゃ遅いってことわからないとあかんでしょ。逮捕されて BD 出ないのが嫌やからとかいう理由はほんまにアホです。その前によしあし分別して行動すべきです。もっと運営のことと立場考えるべきですともおっしゃっており、これはタイミング的にも朝倉 CEO に向けたメッセージなのでしょうか。逮捕されたらできんだよ、それが嫌なら逮捕されないでね。これでは根本的な解決にはなっていない、そうおっしゃりたいのでしょうか。まあ結構的を得ている気もします。他にも多数の選手たちが今回の件を受けて発言していました。昔から夢を追い続ける都市蔵選手はブレイキングドリーム使うわれコツコツとおっしゃっており、今回のような騒動で一番ダメージが大きいのは都市蔵選手のようなずっと淡々と努力してきた選手ですよね。そしてブレダウンバンタム級チャンピオン伊原の兄貴は一言、賢明な判断ですとおっしゃっており、今回の運営の意向には賛成のようです。この間ミスターブレイキングダウンを見事に倒したポーランドの兄貴は、出場前に逮捕された奴らも出禁にしましょうよ、逮捕の原因いろいろとあると思うけど暴力関係で逮捕された奴らはゴミ拾いやったくらいで根本が変わらない、ダメな人間の代わりに頑張ってる人に夢を与えてほしいと、ギャルとしての一面を見せながらも過去に逮捕された人も出禁にしようというかなり厳しめな意見をおっしゃっていました。その他にも今回の騒動に対する意見をたくさん語ってくださっていましたが、長いので割愛します。ということで、前回大阪喧嘩自慢大輔選手、シェンロン選手、サップ選手が逮捕された時にちょっと運営はだんまりを決め込んでいてね、ちょっと実際今後どうなっていくんだみたいな、ちょっとこうふわふわした状態でしたが、今回の、チョン・ツーウェイ選手の逮捕によってとうとうミクルの兄貴、そして、溝口 CEO が今後の方針を出してくださいまして、基本的にはもう、出場停止ということで、ブレイキング選手たちはね、やっぱり今後もブレイキングダウンで活躍していくために、そしてまず人間として真っ当に生きていくためにも、逮捕犯罪やめていきましょうということで、次回こそは明るいニュースでお会いしましょう。バイバイ。